はい、どうも、チョブリです。ってことで、今日はですね、3月27日月曜日ということで、今週も月曜ガチャやってきてるんで、当たり選手ランキングベスト5ということでやっていこうと思うんですけれども、今週は何の月曜ガチャが来てるかと言いますと、映っております、こちらですね、ユフットボールチャンピオンシップボリューム2ということで、このガチャのボリューム2がね、来ております。いや、そういえばこんなガチャあったなっていう感じなんですけれども、まあ、先月ですかね、ボリューム1が出て、そちらのガチャのボリューム2が登場しております。だいたい1ヶ月間ぐらいありましたかね。結構長い期間ね、ボリューム1やっていたかなというふうに思うんですけれども、今週は CS ガチャとかではなくて、こちらのね、チャンピオンシップガチャが16名ということで、このガチャの特徴がですね、まずね、こちらのガチャボックスガチャということで、まあ、いつものガチャだったら3回しか引けないんですけれども、こちらはね、引き切ることができます。なんで欲しい選手がいたら全員ね、引けば引くことができるわけなんですけれども、16名ということで、いつもにね、人数も多いガチャになってますね。メンツはこんな感じで、僕的にはね、ボリューム1よりはメンバーいいんじゃないかなって感じがしてます。正直ね、ボリューム1はね、まあまあメンツが渋かったかなって印象があるんですけれども、ボリューム1に比べてボリューム2の方がね、まだいいかなっていう感じはしますね。カズミロ組んで、バレラ、ゴレツカ、ジェズス、ニャブリとかね、まあ1列目の選手に関しても結構有名な選手が多いんじゃないかなと思います。正直ね、このガチャに関してはランキングつけるのが結構難しくて、こう持っている人によってというかね、始めたばかりの方とか、やり込んでる方とかによって結構引くべきか引かないべきかって変わってくると思うんですけれども、僕的にはね、やり込んでる方にとっては若干終焉のガチャで、始めたばかりの方にとってはね、かなりいいガチャになっているんじゃないかなっていう印象がありますね。よかったらランキング参考にしていただければなと思います。てことで、早速ベスト5やっていきましょう。はい、てことで、まず5位はこちら、フォファナですね。5位に選ばせていただきました。最近結構ね、イフトボールリーグとかで見かけるんですけれども、このフォファナの登場しておりますということで、見ていきましょう。レベルが33レーンまで上がりますね。身長が184センチということで、まあ、中盤の選手なんですけれども、ボックスとボックスですね、 CMF と DMF ができますということで、能力値見ていくとこんな感じで、全体的にかなりバランスのいい能力値してるんですよね。普通にまあそこそこディフェンスもできて、で、足も速くドリブル能力値も意外とあってってことで、本当にめちゃくちゃ万能な選手ですよね。スタミナも初期能力値79ありますし、逆8の頻度が普通、正段が普通、波が普通ということで、まあ、レベル上限がね、さっき見てた通り33レーンまで上がる中で、このバランスの差はね、かなりいいんじゃないかなと思います。本当に全体的にバランスよく育成してあげたら、まあ、全部80乗っかってくるんじゃないかなぐらいの勢いで70の数値多いですね。 S 級のを見ていってもね、ワンパ持ってますし、バックスミノム、低弾のロブ、インターセプト、スライディング、タックル、逃走シーンということで、まあ、全部スキル埋まってるわけじゃないんですけれども、優秀なスキルがかなり多いですね。まあ、僕的にはね、プレイスタイルがボックスというボックスということで、まあ、DMF よりかはね、CMF で使ってあげた方がいいかなというふうに思うんですけれども、スキル的にも能力的にもね、バランスがいいですし、まあ、ディフェンス能力も高いんで、攻撃もシーンもどっちもできる攻守万能な中盤のプレイヤーとして活躍してくれるんじゃないかなと思います。まあ、スキル的にはどちらかというとね、インターセプト、スライディング、タックルとかね、ディフェンス系のスキルが優秀なのかなというふうに思うんで、まあ、ディフェンス組の中盤として使うのもありなんじゃないかなと思います。フォアの最近本当使っている方も結構見かけますし、かなり優秀だと思うので、ぜひね、獲得したら使ってみてください。てことで、5位がフォファナでした。続いて4位見ていきます。はい、てことで、4位はこちら、ルークショーですね。4位に選ばせていただきました。やっぱルークショーはね、結構左サイドバックの中で僕は優秀なんじゃないかなと思いますね。正直、イフットボールあれじゃないですか、左サイドバックってあんまり優秀な選手が多くないというか、右サイドバックと左サイドバックを比較すると、右サイドバックの方が人が多くて、左サイドバックの方がね、こうガチスカに入ってくる選手あんまり多くないかなという風な印象を僕は持っているんですけども、その中でもルークショーはね、かなり優秀だと思います。24レーンまで上がりますね。で、攻撃的サイドバックという頃、適性がね、左サイドバックのみといった感じなんですけども、能力値意外とドリブル能力値とかありますよね。70乗っかってますということで、パス数値もグランダーパスが75、フライパスが79と、ディフェンス能力見てても、ディフェンスセンスが70、ボールダッシュが75、アグレッシブレスがかなり高いですね。79まであります。守備時間73と、で、足も速くて78、76ということで、結構これサイドバックとしては優秀ですよね。で、スタミナが初期能力値で81ありますということで、スタミナも90乗っかってきそうなぐらい高い能力値してるんで、これ結構いいですよね。逆足の頻度が普通、正打が普通、波が普通ということで、まあ、逆足使えないんですけれども、まあ、左サイドバック専門ということはあんまり気にならないんじゃないかなと思います。
スキューミレットもね、スルーパス、ピンポイントクロス、インターセプト、ブロッカー、逃走シーンということで、まあもう少しディフェンス系の能力欲しかったかなって感じはするんですけれども、まあ攻撃的サイドバックなんでね、スルーパスとピンポイントクロス持ってるのもいい感じなんじゃないかなと思います。まあ本当正直ね、左サイドバックってあんまりいい選手が多くない中で、この能力値でこのレベル上限ですね、ガチスカに入ってくるレベルなんじゃないかなというふうに思うんで、左サイドバックに困ってる方はね、ぜひこのルーク賞を獲得して使ってみてください。はい、ってことで良いがルーク賞でした。続いて3位見ていきます。はい、てことで3位はこちらアンテレビッチですね。3位に選ばせていただきました。このレビッチね、あんまり目指すところにいなかったんですけれども、僕的にはかなり優秀なんじゃないかなと思ってます。まずレベル条件が34レベルということで、まず上限がねかなり高いんですけれども、ウイングストライカーでできるポジションが CFST、 左ウイング左ハーフといった感じですね。で、能力値見ていくと、この選手も全体的にね結構バランスがいい能力値してます。こんな感じで、まあ70の数値多いですよね。前線の選手なんですけど、アグレッシブネスも70に乗っかってますと。で、スピードはちょっと早めですね。スピードが81、瞬発が77、そしてフィジカルも意外とあって、スタミナが低めなんですけれども、逆発の頻度が高い、性能が高い、波が普通ということで、能力値だけ見ていくとね、本当にこの選手強いんかって感じなんですけれども、なんとこの選手ですね、スーパーサイを持っておりますということで、いやこれ結構優秀なんじゃないかなと思います。この能力値で足も速くて、まあ、決定力とかね、ドリブル能力値も普通にあって、しかもね、ポジションも CFST、 左ウィング左ハーフということで、ポジション適性も結構多いですし、まあ、逆足も使えて、しかもね、スパサブ以外の能力値じゃないスキルですね、結構優秀なんですよね。根幹持っていて、ライジングシュート、ミドルシュート、ワンタッチシュート持ってますね。そしてスーパーサブということで、シュート系のスキル結構持ってるんで、スパサブとして僕はかなりこれ優秀なんじゃないかなと思います。まあ、こんだけのポジション適性からスパサブっていうのも結構珍しいんで、これはね、獲得する価値あるんじゃないかなと思います。まあ、ライブアップレートが C ということで、最近ね、あんまりライブアップレート乗ってないみたいなんですけれども、まあ、スキル的にも能力的にもね、スーパーサブとしては間違いなくガチスカでやれるんじゃないかなというふうに思います。スピードも速いんでね、これは間違いなく獲得する価値あるんじゃないかなと思いますね。はい、てことで3位がレイビーチでした。続いて2位見ていきます。はい、てことで2位はこちらゴレツカですね。2位に選ばせていただきました。ゴレツカ、僕結構アプリで使ってるんですけど、かなり優秀ですね。僕の個人的ななんか推しみたいなとこもあるんですけれども、今回選ばせていただきました。レベルが25レベルまで上がりますということで、タレントポイントが48ポイント触れますね。身長189センチってこと、結構高かったんですね。なんか186センチぐらいのイメージがあったんですけど、なんか身長伸びましたかね。はい、てことでプレイスタイルがボックスできるポジションがオムフ、CMF、DMF といった感じですね。で、能力値見ていくと、はい、こんな感じで、ゴリツカこそ本当バランスいいですよね。その中でもグランダーパスが80乗っかっていて、ディフェンス能力も高いですね。ボールダッシュが79まで乗っかってますと。で、スピードが74、瞬発が68、フィジカルコンタクトが83ってことで、いや、ゴリツカフィジカルあるからか分かんないんですけど、めちゃくちゃボール奪ってくれるんですよね。本当に攻守万能な中盤として、この選手もいいんじゃないかなと思います。逆足の頻度が普通、精度が普通、波が小さいということで、波が小さいのもいいポイントですね。スキルの方を見ていくと、ヘッダーライジングシュート、ミドルシュート、アクロバティックシュート、ワンパアートスピンキック、インターセプト持ってますということで、意外と前線で使えるシュート系のスキル多いですね。まあ、なんで本当にディフェンス特化ではなくて、バランスよく育成してあげるのがいいんじゃないかなと思います。もちろんディフェンスでもかなり活躍してくれるんですけど、スキル的にはディフェンス系のスキルよりもね、攻撃的なシュート系のスキルが多いんで、まあ、僕的にはね、まあ、オムフ、CMF、DMF できるんですけれども、まあ、攻守どっちにも絡める CMF で使ってあげるといいんじゃないかなと思います。まあ、ボックスなんでね、プレイスタイル的にも上がってきてくれるんじゃないかなと思います。まあ、僕もね、本当このゴレツカずっと使っているんですけれども、かなり優秀なんで、ぜひ皆さんも獲得してね、スタメンで使っていただければなと思います。僕的には育成はね、本当にバランスよく守備を上げてあげて、脚力とかね、瞬発とか全体的にバランスよく育成してあげるのがいいんじゃないかなと思いますね。はい、てことで2位がゴレツカでした。続いて1位見ていきます。はい、てことで1位はこちらカゼミロですね。1位に選ばせていただきました。今回一番の目玉なんじゃないんですかね、総合値も一番高いカゼミロということで、今回のカゼミロ、おそらくね、過去最強なんじゃないかなと思います。これまでは指名契約のカゼミロがね、まあ、一番強かったかなって思うんですけれども、それに匹敵する強さということで、これは間違いなく獲得する価値ありですね。スタンダードよりもかなり強化されてます。まずレベルが23レベルまで上がりますということで、カゼミロアンカーですね。 CMF と DMF ができますと。で、能力値見ていくと、もちろんこれの能力値もね、まあ普通にアンカーとしてはいいかなというふうに思うんですけども、やっぱりこのディフェンスの
能力値ですよね。これ初期能力値高すぎますよね。ディフェンスエンスが78、ボールダッシュが84、アグレッシブネスが84、守備意識が83ということで、これ本当に初期能力値なんかっていうぐらい高いんですけれども、キック力も80あって、フィジカルコンタクトも83ありますね。まあ足の遅さはね、少し目立つんですけれども、70ぐらいまで上げてあげるといいんじゃないかなと思います。スタミナも83まで上がります。ということで、ここに返してもいいですね。逆足の頻度がやや低い、精度が普通、波が小さいということで、好きなメリットも相変わらず優秀で、ヘッダー、ミドルシュート、バックスピンの部、マンマーク、インターセプト、ブロッカー、ブトル、サイディングタックル、アクロバティックや逃走シーンということで、本当にアンカーとして完成されてますよね。まあ、指名契約の風邪の取った方が多いかなっていうのを思うんで、取った方はね、別に引かなくてもいいかなって感じがするんですけれども、指名契約の風邪の取ってない方はね、間違いなくこの風邪の大当たりだと思うので取った方がいいんじゃないかなと思います。まあ、本当にね、風邪は今作最強クラスのアンカーですし、その中でもね、今回強化されているということで、間違いなく獲得する価値ありなんじゃないかなと思います。このディフェンス能力とんでもないですからね。まあ、総合値も一番高いですし、間違いなく今回一番の大当たり目玉枠なんじゃないかなと思います。はい、てことで今回はですね、こちらは月曜ガチャですね、 e フットボールチャンピオンシップガチャボリューム2ということでベスト5解説していったんですけれども、いかがだったでしょうか。僕的には、ね、それ以外にもこのエンボロだったりとかね、ジュール・クンデ、バレッラ、ジェズス、ニャブリとかね、結構いい選手多いのかなっていうふうに思うんで、全然引く価値はあるんじゃないかなと思います。まあ最初も言ったんですけど、どちらかというとね、初心者とか始めたてばかりの方、そういった方はね、かなりいいガチャになっているんじゃないかなと思います。まあ結構毎週ガチャ引いてるようなね、昔からイーフトボールやってる方はね、まあ、引くか引かないかね、よかったらこの動画参考にしていただけると嬉しいなと思います。はい、こんな感じでイーフトボールを上げてますので、ぜひよろしければコメント、高評価、チャンネル登録ぜひぜひお願いいたします。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。